アイドルが馬券を買う。次のレースが3レースなんで単勝で9が。これユキのラッキーナンバーが12なの で全部300円ずつ。これで買います。初馬券。これで儲かりますように。大変。どうしたの？100円入れちゃったんですけど。ごめんなさい。紙幣のところに100円が入ってます。初めて馬券買うんだけど、何これ？どうすんの？ここには小銭は入れません。小銭はこちらです。わかるわ。それはわかるわ。入れたの。ここに100円こうやってなんかそれを入れちゃった。大変なことになってる。さすがすぎるんだけど。出てきました。一番人気の。お金なかったのに増えました。630円増えました。やったね。待ってよ。1000円かけたんですよ。この鈴鹿プレストに頑張って1000円かけた。ほらほらほら、もうあとちょっとだな。どこにデート。これはちょっと第6レースもかけますよ。リベンジしたいと思います。必ずスタミナ大事ですね。コース長いから、はい、ちゃんとまだ喋ってんの、はい、まだ喋ってんの。で買った鈴鹿プレスト、今回ちょっと100円しかかけなかったんだけど、いくらになるんでしょう。あ、これか。的中券入り口。さあ100円が、え、あ、間違えた。入れるもの間違えました。間違えた。ちょっと待って。分ぐらい。今回次8レースがすごいなんかね、人気が分かれてる。これは分かんないよ。次いつ歩く？次8レース、ね、次馬いつ歩く？歩くの見るようになっちゃったよ。もう歩くの見るようになっちゃったよ。なんか6キロも増えてるよ。1番の人522キロだって。すごいね。体重まで気にするようになっちゃう。プラス6キロ。仮面袋に小銭入れちゃってるから。仮面袋だから。小銭袋じゃないから。馬券入れじゃねえから。馬券入れだよ。次めっちゃかけよう。やばい、100円しかない。どうしよう。ねえ、やめだよ。ねえ、でも次だよ。次は何でかけようかな。何でかけようかな。どんちゃん心の中で喋ったの。え、違うの、あのまだ始まってないと思って、あの馬歩くの待ってたの。そしたらもうレース始まってた。やばい、9かけたよ。9かけたよ。9と12かけたよ。でもやってないの。そう、出せない。ああ、やばい、これやばい。9番と12番かけてたんですよ。ここにね、ちゃんと9と12かけてたんです。でもパドックで馬歩くの見てから最終決定しようかなと思って、これ出すの待ってたんですよ。
パッて画面見たらもう10レーススタートしますみたいになってて、いやいや待って出してない出してない、もう受付終わってると思ってレースがスタートしたんですけど、そしたら9と10に入ってんの1位2位で、ちょっとどういうこと、馬歩くの待ってた、馬歩くの待ってた、馬歩いていない、でもレースは始まっているそしてかけてたはずの番号が見事1位2位になっている、これはどういうこと、まあ歩いてるとこ見てる、わかんの見て、機嫌とかあんじゃん、やっぱ気になると京都が出てくる、機嫌あるじゃん、こういう歩き方の子もいれば、なんかこういうちょっとやる気ない子もいたり、こんな子もいたりするわけよ、こんな子も、だからその歩く機嫌を見て決めようと思って最終決定待ってたのに、これはないわ、